意外と食欲メンツが多かった。食欲の秋っていう ね、 そうですよね。意外とみんなね運動が好きじゃないんだっていうね。大嫌いだね。運動はいいぞ、ノラプロ運動部立ち上げろかって。ノラプロ卓球部、イナチュー卓球部みたいに言われてもらって。あと、うんうん、ハロウィンだからね、仮装とかもいいな。基本的になんかみんなさ、今自分が着てるのとさ真逆の格好したくなるみたいな傾向にあるんだな。ナイスパー、ありがとう。ひかりちゃんの反対ってどういうこと？古代衣装の反対ってこと？仮装の反対で洋装ってことね。メイドだったのね。別に電柱になりたいわけじゃないよね。さくらひかりの反対は電気かもしれないからね。なんで？はい、じゃあやっぱりみんなの小さい頃の話とかも聞けたのは良かったな。あとはなんだろう、こう運動の話とかを聞いてるとすごい未来の話かもしれないけど、 3D とかにさなったらさ、うんうん、みんなでさ運動会とかできたらめっちゃ楽しそうだなとかって思いながら聞いてました。うんうん。